航空法違反で検挙される状況が散見されるところ訪日外国人へのドローン広報については大会本番に向けてさらに周知徹底を図っていく必要があります会議の冒頭三浦正光警視総監は開会式まで1年を切ったことに触れ日本を訪れる外国人に対し都内で禁止されている無許可のドローン飛行や 大麻などの薬物が日本では禁止されていることを積極的に広報していくよう求めましたまた聖火リレーに伴う交通規制などについては混乱などが起きないよう事前に周知するよう努めることが大切と話しました対策会議では競技会場や選手村を管轄内に持つ警察署の署長も出席し この他の多くの課題についても検討が行われました。